バンクオブアメリカはアメリカ合衆国のオスカロライナ州のシャーロット市に本社を置く銀行である。バンカメリカやバンカメの略称で呼ばれることもあり、英語の略称はボファである。ニューヨーク証券取引所上場企業。なお、名称からアメリカの中央銀行と間違えられるが、中央銀行ではない。1998年、ネーションズバンクがバンクアメリカを吸収合併した。 この時、財務情報が新株主に正しく伝えられなかったので、2002年に和解金5億ドルを支払うことになった。2004年、連邦預金保険公社に国内預金市場占有率を5130億ドルと評価された。さらに、マサチューセッツ州ボストン市を拠点としたフリートボストンを470億ドルで買収した。世界金融危機で不良資産救済プログラムの 対象となり、優先株250万ドルを発行した。ユーロ危機後に収益が悪化、大規模な事業売却を繰り返している。バンカメ証券は、シティグループの戦略に従って設立され、シティグループのようにユーロ債を取引している。なお、他のメガバンク同様、バンクオブアメリカも十分に機関化されている。日本における事務所は、 バンクオブアメリカ NA 東京支店として東京都中央区日本橋1-4-1日本橋1丁目ビルディングにある。ネーションズバンクの歴史はリンク先に譲る。次節以下はバンクオブアメリカの前身企業バンクアメリカの歴史である。1904年バンクアメリカはアマデオジアニーニによってバンクオブイタリアの称号で労働者階級特に サンフランシスコの北海岸に住むイタリア系移民のための銀行としてサンフランシスコに設立された。1906年のサンフランシスコ地震にも生き延び、翌日からは市外の再建ビジネスに融資を提供する最初の銀行となった。1907年恐慌では、ソケータバンカリアイタリアーナを救済するため、東取りであったボナルドが米国債の利子を立て替えて流動性を回復した。 1919年7月に連邦準備制度に加盟した。バンク・オブ・イタリアはクロッカーが小さく見えるほど拡大したが連邦準備制度は会員銀行にそれ以上の支店設置を認めなかった。しかし会員銀行は貿易特権があった。本国イタリアは1925年に JP モルガンから10億ドルを借りた。会員銀行は勢いづいた。 1927年、カリフォルニア州の金融当局が態度を軟化させて、視点拡大を認めたのである。翌1928年に二つ目の持ち株会社トランスアメリカを作った。1929年、サンペドロのバンクオブ、アメリカロサンゼルスを買収した。さらに、二つ目の持ち株会社がブレア商会と合併した。ブレア社長のエディシャ・ウォーカーは、 クーンローブのパートナーであった。ジアニーには彼というウォール外通が欲しかったのである。1930年、二つの持ち株会社が統合された。ジアニーには引退して社長職をウォーカーに譲ったが、しかしウォーカーがトランスアメリカを解散して生産しようとしたので、それを聞きつけて1931年に再び社長となり、カリフォルニア州の株主を説得して主導権を、 回復した。それでも世界恐慌のダメージがジアニーニを連邦の金融政策から阻害していった。1937年、連邦準備制度がトランスアメリカとバンクアメリカを強制分離しようとしたのである。バンクアメリカは第二次世界大戦で著しい成長を遂げた。戦後、バンクアメリカは情報革命に努めた。 ジェネラルエレクトリックやスタンフォード研究所と提携し、業務の集中処理化、小切手の自動処理、口座番号、磁気インク文字認識などを開発した。1954年、クラークベイズが社長となっていたが、1963年までオートメーション化を進め職責を果たした。彼は、ウォルトディズニープロダクションとフルハーフで重役を務め、SRI インターナショナルで顧問をしたこともあった。 1956年、銀行持ち株会社法が制定されて、銀行業とそれ以外の兼業を禁じた。バンクアメリカは、保険事業をトランスアメリカに譲渡。さらに、カリフォルニア州外の銀行業務を、やはり新たに設立された、ファーストインターステートバンコープに譲渡せざるを得なかった。1958年には、クレジットカード、バンクアメリカードが発明された。 1960年アメリカニューヨーク州にあるチェースマンハッタン銀行がバンクアメリカードと競争するためマスターチャージを発明した。1968年バンクアメリカ及びその子会社を所有する目的でバンクアメリカコーポレーションが設立された。1971年にトム・クラウセンが社長となり、1981年に世界銀行へ移った。これは 第三世界の対外債務がデフォルトしそうなので国際交渉に参加しようということであった。何せ、バンクアメリカは当時アグリビジネスに対する世界最大の貸し手であった。サムアルマコストが社長職を引き継いだ。1983年、バンクアメリカはシアトルのシーファストコーポレーションとその銀行業務の子会社であるシーシアトルファーストナショナルバンクを買収し、 カリフォルニア以外に経営を広げることを許された。同1983年、チャールズ・シュワブを買収した。このブローカーは、翌年のオーロードのミューチュアルファンドを設定した。ジャンク祭の流星期であった。そこへラテンアメリカなどがデフォルトし、バンクアメリカは1986の87年に巨大な損失を被った。クラウセンは、チャールズ・シュワブとグループのイタリア市会社を売り払った。 1987年のブラックマンデーから1992年までの5年間、バンクアメリカは一株あたり8ドルで取引されていた。事業整理が進んで1990年頃収益を回復し、基幹投資家を資本参加させるにつれて株価は大きく反発した。国内外の拡大路線に回帰してミラノ支店を開いた。1991年、 ヒューストンのビレッジグリーンナショナルバンクとそのミューチュアルファンド運用や租税回避を受け負っていたニア証券を買収した。1992年、バンクアメリカはカリフォルニアでライバル社であったセキュリティパシフィックコープとカリフォルニアにある子会社のセキュリティパシフィックナショナルバンクを買収した。セキュリティパシフィックが1980年代後半に 手に入れた関東銀行も手に入れた。譲り受けた支店はアリゾナ州、アイバホ州、オレゴン州やワシントン州にもあった。セキュリティパシフィックのワシントン子会社、レーナーバンクは連邦当局が売却させた。それ以降、バリーバンクオブネバダを獲得することでネバダ州にまで経営を拡大させた。1993年、中国人民銀行の認可を得て、 甲州市の代理店をフルサービスの支店に変えた。1994年、バンクアメリカはシカゴのコンチネンタルイリノイ銀行を獲得した。バンクオブアメリカは経営戦略を展開する店舗を設立するため、シカゴにその全国的な金融の部署を移動させた。1996年、ダビッド・コールターが社長兼会長となった。バンクアメリカはロンバンクを自由化する。 あるいはシャドーバンキングシステムを拡張する規制緩和を望んだ。連邦法は緩和し出したので、バンクアメリカは1997年にロバートソン・ステファンを買収することができた。翌1998年、バンクアメリカがネーションズ・バンクと合併した。ネーションズの子会社モント・ゴメリー証券はロバートソン・ステファンと共同することができなかった。 ロバートソン・ステファンは1998年の間にバンクボストンへ売られた。ありがとうございます。